今日は捜査を行う上で扱う捜査車両を紹介する。1994年式ジムニー JH1 パノラミックルーフ。今日はこいつを紹介する。ではいろいろカスタムを紹介していこう。まずホイールは15インチ、そしてタイヤはスワンパーだ。そしてここにもライトがついている。このライトはこの右のタイヤのラインを照らす。名付けてラインライトだ。俺がつけた。スペアタイヤを見てくれ。普通のスペアタイヤより外径の小さなタイヤを装着している。それはなぜか。重いのが嫌だからだ。ドアを開けるとヒンジが緩んで閉まらないジムに、ホームセンターでドアの取っ手を買ってきてここにつけ、これを持ち上げると閉まるぞ。200円ぐらいで売っている。コーナーガード、安いのを買うとコーナーガードごとポコポコだ。中を見てみよう。中古で買った時に汚かったので500枚のステッカーを貼ったステッカーボムだ。ここを見てくれ。俺用のロールバーを間違えて買った時盤に入らない。そういう時はボディを切っただけばうまく収まる。そして助手席を見てくれ。これはワゴン R のシートを流用している。収納の少ない JH1、 このシートなんと収納付きだ。これが気にならないか。これはな、猫だ。可愛いだろう。だが夜車に乗り込もうとすると自分がビビる。だから裏返しにしている。これはベビーオイルだ。バッグをビス打ち込んでいる。ここにはジェリカンがある。このジェリカンボックスとして加工してある。中には牽引ロープ、牽引セットだ。ジムニーが来たぞ。